皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。今朝はですね、まず起きて桜子さんがね、今度オフ会をするということで、ね、私も去年オフ会をさせていただきましたが、もうたくさんの方がね、もう幹事さんになっていただいて協力していただいて、まあそんなオフ会、桜子さんもね、たくさんの方の協力でなさるということでね、まあいろいろとお話しされていたのを少し聞かせていただいたんですけれども、なんかその中でね、もう桜組って言ってるんだけども、まあ虹組でもひまわり組でも、なんて言ったハイベスガス組でも、組を超えてね、皆さん合同ですからっていうことをおっしゃってたのを聞いてね、私はすごく嬉しかったですね。いや、私もいつも風チューバーさんとかね、たくさんいますけども、もうライバルではなく、みんなで一緒に風さんを応援していきたいという気持ちでね、もう私のチャンネル見てる方も、他のチャンネルもちろん見ても全然いいですし、みんなでね、応援していきましょうというようなことを言っているんで、もうそれと同じようなことをね、桜子さんおっしゃっててね、とても嬉しかったし、もう桜子さんも私のオフ会が大成功した時に、もうオフ会大成功おめでとうって言ってくださったんですね。なので私もね、桜子さんのね、オフ会の大成功を、もう大成功に決まってるんですけども、お祈りしたいと思います。皆さん楽しんでください。そしてカエル君ね、上海での公演2日目も終わりまして、そして中国のね、ビリビリというこのサイト、ニュースサイトですか、そこでも風くんがアカウントを、公式アカウントを作ってメッセージを残しているということでもね、中国のファンもね、もう本当に風くんのこと大好きだよということを示していてね、すごく嬉しいですよね。そして私も各国のね、ショートとか、あとこの言葉ね、インドネシア語とか、まあ、いろんな言葉の MC の日本語訳を出しているわけなんですけれども、まずはユキさんから。エミさん、インドネシア語も皆さんとの共有ありがとうございます。ある程度知識があっても難しいのに、各国の言葉を翻訳してくださるとは、現地の方が逆に日本語知りたかったというのは目から鱗でした。本当そうですね。これ私も目から鱗でしてね。そしてインドネシア語のショートには、その日本語のありがとうっていうひらがなの下にローマ字でもありがとうってつけました。そしたらね、より日本語を勉強したいという方もね、わかるかなと思いましてね。そして以前も日本人以外の方から質問されていることがありましたが、世界中の方がエミさんの動画をご覧になっているのですね。各国での旅のまとめのショートもすごくいいアイディアですよね。上海公演ではエミさんの大好きな特にないが入っていてよかったですね。エミさんの嬉しそうなお声が聞くこと、こちらもセナニアですということ、嬉しいですということですね。ありがとうございます。ゆきさん、本当にインドネシアではね、本当に大変お世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。そしてムーンリバーさんからもね、エミさん、インドネシア語の言葉シェアしてくださってありがとうございます。お勉強になります。風さんがアジアツアーに出てから、各国の言葉が増えて、ますますグローバルなチャンネルになっていきますね。それだけ世界の風タリアンズの風さんへの注目度が高いってことでしょうね。こうして少しずつ風さんは世界中に愛の種をまいているようにも思います。エミさんも同じですね。だんだん遠かった世界が近くに感じてきます。エミさんのチャンネルだからこそですね。これからまだまだ海外の視聴者が増えるかもしれませんが、風さんを通じて素敵なご縁が広がりますようにということで、本当にそうですね。どんどんグローバルになっておりますので、私もね、それについていきたいと思います。そしてまるちゃんからもね、エミさんこんばんは。グローバルエミさんの窓には爽やかな風が吹いていますね。とっても嬉しいです。お体に気をつけてお元気を祈ります。それではということでね、まるちゃんいつもありがとうございます。そしてえももさんからは、クアランプールでのガーデンのハプニング、イヤモニから BGM が聞こえてきちゃったみたいで、本番でそんなことになったら私だったらパニックになると思うんですが、風さん耳の中に BGM が流れてるみたいなことを言っていて、突然のトラブルや大事な場面ほどその人の本質が出るもの、風さんの人柄が現れていて、なんだか温かい気持ちになりましたって、本当そうですよね。これ本番中に全然違うね、 BGM が流れてきたら普通パニックるけどね、さすが風さんと思いましたね。もうどこに行っても大丈夫と思いましたが、ありがとうございます。そしてね、頭痛ダイアリー、これ昨日来てたのちょっと気がつかなかったんで、今日ちょっと読ませていただきたいと思います。アジアツアー7日目、マネージャー買わず、
日本国内のライブでもアジアツアーでも同じようにさまざまなプロセスを経て公演当日を迎えます。ただアジアツアーは国内公演よりも一手間も二手間も少し大変な手順を踏まなければなりません。なんせパスポートが必要なところに行くのですから。アジアツアーを開催しようと実際に動き出した時、各エリアのコンサートプロモーター選定から始まりました。そして会場の選定、チケット代や発売日、プロモーションなどの券売段取り、プロモーターとの条件面の調整や契約書作成、入国するためのビザ申請、上海は事前に指紋登録が必要だったのでその登録申請など手続き系事務に加え、プロダクションコーディネートととにかく超大変そうな手続き業務が多々ありました。そんな超大変そうなヘンレコでは手に負えない業務をコーディネーターのパーメラに引き受けてもらっています。 PA 会社に10年、マネジメント会社にも10年在籍していたこともあり、ステージスタッフとしても知見がある上、日本語、英語、広東語、北京語と4カ国語を話せるパメラ、今回のツアーではとても重要な役割を担っています。ということでこちらがパメラさんなのかな。やっぱりね、国際的な方がね活躍していきますよね、これからはね。そしてこのアジアツアーが始まってここまでソウル、バンコク、ジャカルタ、クアロンプール、上海と回ってきましたが、どのエリアでも好きという原動力というかパワーに驚かされることが多々あります。東南アジアシリーズでは風の日本語歌詞の意味を知りたい、一緒に歌いたいという気持ちがとても強く感じられました。そして昨日の上海初日では皆さん風のことが好きなのですが、プラス日本のカルチャーも好きだからライブを見るのもドラマを見るのもアニメを見るのも翻訳なしで直接日本語で理解したいから日本語を勉強したという方が何人かいらっしゃいました。私調べって、これめっちゃわかりますね。この前私アニメエクスポ行ったじゃないですか、ロサンゼルスで。その時めっちゃこれ感じました。皆さんね、アニメからねめっちゃ日本のカルチャーとかね言葉とかをね一生懸命学ぼうとしてるんですよね。素敵ですね。そして風さんもね同じですよね。いろんな国に行って本当にそこの国のことを知ろうとして、そこの国の言葉をね喋ろうとして、だからね私もねそういう気持ちがすごく伝わってきてね、私も少しでもねそっちの国の言葉が知りたいと思ってショート作ったりしてるんですけども。そしてやっぱり好きの原動力すごいですね。本日も上海公演よろしくお願いしますということで、本当にそうですね、好きの原動力は無限大ですということでね、今日は先日行ってきたアニメエクスポの映像で終わりにしたいと思いますがね、これはね私が実は働いてたところのブースのところでこのキャラクターと全く同じ格好をした方がお写真撮ってましたね。自分で手作りで作ったっておっしゃっておりました。すごいですね。そしてこれはねジブリのブースもあってね、この猫バスロサンゼルス行きなんですよ。息子と一緒にね写真撮っちゃいました。ということで今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day, everybody. エミでした。ではまた。